皆さんこんにちは、安岡あゆみです。本日はラブインアクションミーティングに来ています。これから AAA さんのインタビューに行ってきます。 WWS チャンネルをご覧の皆様、 AAA です。ラブインアクションは今年で5年目の開催となり、 AAA さんは3回目の出演となりますが、今のお気持ちはいかがですか？はい、ラブインアクションは本当に毎回すごく熱いライブで、お客さんとも本当に一体感がものすごく生まれるライブなので、今年もどんな感じでこう熱い時間を過ごせるか、すごく私たちも意気込んでますので、とても楽しみです。ラブインアクションは献血を広めようというコンセプトのイベントですが、これまでに献血に参加されたことはありますか？はい、私学生の頃から何度か献血させていただいたことがありまして、本当好奇心から始まったことだったんですけど、ご褒美ももらえますし、不安なことや怖いこともなく、しかも自分の血がね、誰かの命を支えてるっていうのがね、実感できる。行ったら実感する、ので、すごいね、尊い経験をさせていただきました。そうですね、この曲は本当に最初メンバーからこうどんどんバトンをつなぐように歌いつないでいって、最後はファンの方と一緒にこう大合唱できる、本当にライブでものすごくそれこそ一体感をすごく感じられる曲ができたので、ライブでこの曲を歌いつなぐことによって、すごくあったかい時間をみんなで共有できるっていうのが、私たち自身もすごく幸せですし、ファンの方々もこの曲ですごく温まったっていう感想も聞けるので、すごく気に入ってくれてるんじゃないかなと思います。現在10代20代の献血者が減っておりますが、皆さんはどう考えですか？そうですね、でもあれですよね、このイベントをやってから、先ほども徐々に、はい、お話しいただいた時に増えたとお話を聞いたので、減ってるというか、今徐々に増えてるっていう話を伺っているので、このイベントを、ね、きっかけにどんどん進めていければなって、増やしていければなって思いますよね。ごめんなさい、はい、いや全然大丈夫ですよ、大丈夫です。そう、大丈夫です、全然大丈夫です、全然大丈夫です、はい、かなって思います、はい。今日は献血促進のためのライブですが、最後にファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、本当に意外と皆さんも私たちも意外とすごくパワーを持っていて、本当に人同士が助け合うことによってものすごいパワーを生んで、人と人が支え合って生きていくことってすごく大事だなと、このラブインアクションを通して私たちも実感してます。ぜひ、一緒にトリプレット一緒に音楽を通じて、皆さんとこれからもどんどんこう助け合って支え合ってつながっていけたらいいなと思います。